高カド TV のドラマ大本の一部大韓放送株式、会社は大韓民国で最初に放送を開始したテレビジョン放送局、TBS 第一テレビジョンの前身にあたる。米国 RCA の現地法人であった韓国 RCA と地元資本の合弁により、1956年5月12日に設立され韓国発となるテレビジョン放送開始。このため、 高カ度 TV とも呼ばれた。現存する韓国最古の民間放送である風山、文化放送よりも3年早い開局であったため、韓国初の民間放送でもある。しかし、国営、公営セクションに属する NHK が民放の日本テレビを抑え、アジア初の民族系によるテレビ放送を開始し、結果的に普及の役割を担うことで発展した日本の場合とは異なり、 韓国では当時の国営放送がラジオで手一杯だったことから自社で市場開拓、普及を図らざるを得ず、すぐに経営難に陥った。このためちょうど1年後に韓国日報が受け皿会社を設立し、高価度 TV から運営の一切を引き継いだ。この受け皿会社が表題の大韓放送である。 1959年2月2日未明に発生した原因不明の火災によって放送機器はすべて失われ放送は中止された。大韓放送側の通報が遅れたこともあり火災原因は電気系統の加熱によるものと推定されたが特定までには至らなかった。この火災により自社で放送を行うことが困難となり翌月1日にアメリカ軍と 米国広報文化局の支援を受ける形で、米軍放送ロークン TV の夜間30分枠を買う形で放送再開にこぎつけた。その後なんとか自社放送再開にこぎつけたものの、1961年5月16日、牧西機式によって起こされたクーデターにより軍事、独裁体制が確立されると、テレビジョン放送の全国普及と言論統制を目的とし、 大韓放送は事実上の取り潰しの対象にされた。大韓放送は韓国発のテレビ局という名誉を保たれたまま10月15日に放送を終了し、ソウル特別市小緑館鉄道にあった社屋ごと国に明け渡され、同じ年の大晦日に国営ソウルテレビジョン放送局が新たに放送を開始した。大韓放送をめぐっては韓国国内で火災で 社屋内のすべての放送機器を失ったがゆえに、最終的に廃局に至ったことに加え、その当時におけるテレビ受信機の普及率の低さ、主要な収入源であるテレビ広告に対する認識不足、限られた広告市場などの理由から成功していなかったとする評価もある。ありがとうございます。